こんばんは。パイナップルオンピザプレイしていきます。Steam で、結構圧倒的評価ということなので、早速プレイしていきましょう。ですね、操作確認のために1回だけ起動はして WASD プラス、ゲームコントローラーには対応してました。特に何をするゲームかの説明はなさそうですね。なんか変なことしてる人を踊ってんな。しかもちゃんと音楽に合わせてる。パイナップルオンピザなので、ピザを見つけてパイナップルを乗せればいいのかもしれませんね。キッズプレイング。なんか特別な動きをしてる人がいるのかもしれない。サメがいるな。もう何やっていいかわかんないですね。なんかぽいのある。ないか。あれ。いやー、すげえな。音楽に合わせて踊ってる。森ですね。スキルドダンサー。一緒に踊るって感じでもないしね。あら、なんだこれ。バードフレンド。なんかやっぱそういうのを見つけていく系ですよね。すげえな、やっぱ。あれでも一人だけなんか違う動きを。この人は関係なかった。なんでしょうね。船があります。イカダか。イカダ、あれサイルボード。ボード。何人いるんだろうね。街の中心部には相撲してる？いけるか。いやー、なんか調べてこればよかったね。上にもいるじゃん。上はいけるのかしら。ここ一回来ましたね。ベイビー。ベイビーね。いけそう。ここからか。あったわ。いけましたね。ん？あれ、さっきの人たちがいたのはあっちだ。はいはいはい。クリフ。まあ、崖ですね。ああ、これ、こっから落ちたら死んじゃうんかな。すげえな。まあ、だから何なんだみたいなところは少しあるんだけど。格好だね。うん。格好に落ちる。うわ、死んだ？ん？ああ。おー、噴火した。あ、噴火した。ザ・フロア・イズ・ラーバ。あれ止まってる？うわぁ、やべえことになってる、これ。あ、もう、あー、そういうことか。あ、みんな逃げた。あ、いや、やばい。みんな逃げて。みんな海に。あれ、どっかに船あったろ。もう何やってんの。うわー、踊った。すげえな。あれどうやって下に行ってんだろう。あー、落ちた。あれ、もうこれ夜景死ぬしかないな。移動できない。でも踊ってるね。いや、踊ってないか。あー、そっか、下から。あー、盛り上がってきてる。あ、違う、岩が崩れてきてる。いや、わかんない。盛り上がってきてる。あー、ダメだ。終わったー。あー、終わったー。あー、終わったー。あ、ジャンプ。お、助かってない？助かってないのか。あ、終わった。あ、死んだ。ああ、なるほど。いや、そうですか。逃げるとかではないのかな、このゲームは。もしかしてマジョラリアット。ん？悲鳴があるね。うわーって言ってるね。もう一回やる？あ、マウスが出てますけど。まあ多分、噴火がトリガーであるのは分かった。あ、ベイビーいるね。今度噴火したら、なんだ、住民の焼け死ぬ様子を見るって言ったら変だけど、なんかまあ、そういうのを見に、速攻降りてこよう。で、落ちると、上がってくるよね。これ間に合わないのかな。やばいっていうことになるんで、あれ、どっから来たっけ。あ、もう、あ、ここ。まだ元気。あれ、お母さんのところ見に行きたいんだけど。お母さん、どこにいるかわからなくなっちゃった。あれ、お母さん、この辺じゃなかった。全然違うところ？ああ、リンボーダンスしてるわ。船。ああ、ある。これ動き変わんのかな？ああ、でもあっちで。やっぱりはしごにして下ってますけどね、山の上で。ああ、もう暑い暑いなってるね。あ、逃げてる。あ、船に乗って逃げてる。ああ、リンボーが終わった。ああ、待って、みんな。あぶな。エスケープ。あの人は助けてあげたいですよね。ああ、サメ。これ死ぬ。死ぬー。結局ダメじゃん。なんか勝てるハッピーエンドって残ってんのかなあ。飛ばせない。これはなんかメッセージ性的にはさ、自分で考えろ系なのかもしれないよね。ピッシ。さっきのお母さんがいたところ、お母さんここか。なんか目印ないとな、降りてくるときに、リンボーダンスのところに来たんだけど、お母さん、子供を守って逃げるのかどうか。これちょっと地形を覚えておかないとね。ここね、さっき多分逆とかに行ってんじゃないかなって思うんだよな。うん。このクリフの左側だね。クリフ。あるね。やばい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 。逃げろ逃げろ。あー、ほら、もう全然違うとこ来た。あ、でもお母さんこの辺りだったな。あー、お母さんいそう。いたー、お母さん。お母さん逃げて。お母さん。お母さん、あ、お母さん、お母さん逃げて、お母さん、お母さん、やばいやばいやばい、お母さん、あ、お母さんでも生き残るか、生き残る可能性あるな。てか、あれじゃん。ああ、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 あれ、子供、ああ、子供。うわあ、落ちた。っていうか、主人公大丈夫なんだな。うわあ、ひどい。ああ。サークル、うわあ、ひどいな。ああ、あれ爆発してる。これ主人公平気なんだね。え、主人公平気か。なんか明確なあれがよくわかんないな。今度崖のところではしご作ってる人たちの様子を観察しますか。まあ NPC それぞれでやってるなって感じはわかった。いや、意味を考えちゃいけないのかもしれないな。意味を考えたら負け説あるな。主人公が多分幽霊かなんかだな。幽霊、主人公幽霊説。まあそりゃそうだもんな。溶岩に落ちても平気だからね。でも一瞬足かなんか映ってるけどね。ああ、焼きとうもろこしを見てもいいのかもしれないね。もう全然平気だから。あれ、崖あったあった。多分この人が先に気づくんかな。あ、違うわ。お、気づいてる。ああー、落ちた。お、目が合ってる。で、まあ落ちちゃうよね。あ、主人公というかプレイヤーは無理なんか。落ちた。あ、これで中に入るとかは。あ、入れない。ああ、もうひどいことになってる。いやー、綺麗だな。綺麗な空。おお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 、そういうこと？どういうこと？終わった。あ何かね、その発想次第では面白い絵が見れそうな雰囲気も感じますけどね。はい、といったところでパイナップルオンピザでした。ありがとうございました。